ビジャープル城ビジャープル城は南インドのカルナータカ州ビジャープル県の都市ビジャープルにある城塞。ビジャープル王国の歴代君主が居城とした城でもあった。1465年バフマニー城のベルガウム大使ユースフ・アーディル・ハーンによって城の築造が開始された。1490年ユースフ・アーディル・ハーンはバフマニー・朝に対して独立を宣し ビジャープル王国を建国した。ビジャープルが首都と定められ、ビジャープル城を中心に城下町が形成された1686年、ムガル帝国の皇帝へ、アウラングゼーブの攻撃を受け、工場軍に甚大な損害を与えた者の,の城は落とされ、王国は滅亡した。ビジャープル城の構造城は2つの同心円からなり、 同心園の中心の城塞の円周は400メートルである。また、かつては城を、周囲10キロメートルを囲む50フィート、厚さ25フィートの花崗岩でできた城壁があった。その中に、都市やイブラーヒームラウザやゴールグンバズーも建築されるなど、城を中心に、城郭都市が建設されていた。城壁には鉄あるいは新中製の銃砲が装備されており、 城を攻めたムガル帝国の軍勢はこれにより甚大な被害を受けることとなった。堀の深さは3メートルとされているが、現在では泥が堆積しているため、その深さは不明瞭である。ありがとうございます。